どうもこんにちは、そうやです。はい、今回から、ヤフオクで購入した NS50F の、メンテナンスとカスタム作業に入っていきたいと思います。今回やる作業はですね、まずオイルタンク、エンジンオイルタンクの移設、そして今バッテリーを外しました。このバッテリーも、移設をしていきたいと思っております。純正の状態ですと、バッテリーケースは横向きにオイルタンクの、隙間というかね、あの場所にくっついてたわけなんですけど、この同じ場所にはもう取り付けられないので、バッテリーは方向を変えて取り付けを行う予定です。エアクリーナーか。エアクリーナー結構でかいんだな。これは反対側から外しましょう。よかった、フィルターは全然グズグズじゃないです。まだまだ使えます。ですけどこれはもう使えません。フィルターは今回パワーフィルターに交換していくので、このボックスも全部取り外してしまいましょう。はい、というわけでエアクリーナーボックスも取り外したので、ようやくバッテリーを取り付ける予定の場所を開けることができました。こんな感じで、取り付けを行う予定です。ステーとかはね、ちょっとまた後で考えていきたいと思います。はい、とりあえず、大体のレイアウトをちょっと考えてみました。まずシートがね当たるんで、オイルタンクを少しだけ下げました。大体5センチいかないくらいちょっと下に下げて、でそれに伴ってエアクリーナーボックスとこちらバッテリーケースはとりあえず取り外して、どういう風にちょっと位置調整をしようかと見てたんですけど、オイルタンクはこの位置で、上側にステーを溶接して固定します。でこちらリアブレーキ用の、後付けのタンクがついてるのと、こちら冷却水のタンクがついております。これは位置関係がねこの位置でちょうど良さそうなので、ここで固定します。で問題のバッテリーなんですけど、やっぱ透過類の安定性に問題があるんと、ちょっと危ないっていうのを聞いたので、今回はバッテリーですか見送っております。で、ケースはとりあえずここにマウントしようかなって考え中です。どうせここはもうカバーをする予定なので、多少不細工でもね大丈夫かなという感じです。で普通だったら NS50F の場合、ここにサスペンションがね、このタンクの真下あたりにリンクがあるんで、こうマウントされてるはずなんですけど、こちらの NS50F は NS1 用の足に変わってるんで、こういう位置関係になっております。ここにサスペンションが通ってるんだったら、もうバッテリーは諦めてバッテリーレスでやるしかなさそうな感じですね。さあバッテリーケース、これどうやって固定しよっかな。バッテリーはね横にしたくないんで、こういう感じでバッテリーがあんまり揺れないようにね、ちょっとマウントをしようと思います。はい、というわけで大体の位置関係のイメージができたので、早速フレームの加工に入っていきたいと思います。まずはちょっと寸法取りをして、鉄板を切り出しましょう。はい、こんな感じで、溶接用のステーを作ってみました。補強にもなってちょうどいいぐらいじゃないでしょうか。一回溶接したらもう取り返しつかないですからね。しっかりと寸法を取りをして、失敗しないように頑張ります。
はい、オイルタンクをですね移設するためにちょっと位置決めをしてたんですけど、こちらのステーがちょっと、当たっちゃって狙った位置に来てくれないんで、これを切り落としたいと思います。こちらのステーはエアクリナボックスをつけてたステーですね。もう使うことないんでこれは切り落としましょう。この位置で、固定したいと思います。ここだったらシートを外せばキャップはここから取れますし、センサーの端子も回避してくれるようになりました。一応位置的には、元々の位置がここら辺だったので、高さはそのままだいたい5センチ前に行った感じです。問題はバッテリーのマウントとエアクリーナーがうまくついてくれるかですね。はい、というわけでなんとか、なりました。でオイルタンクをですねちょっと1回取り外したんですけど、あまりにもオイルで汚れてて汚かったんで、ちょっとお掃除をしておきたいと思います。まあブレーキクリーナーでザーッと洗ってるんですけど、本当はもっと、ちゃんとした洗浄剤で洗ってやった方がいいな。せめて中性洗剤ですね。さあ、オイルタンクの、また仮り合わせをやっていきます。ホースの長さを切り詰めたんですけど、硬化しててプラグが入らなかったんで、前に、Z のレストランの時に使ったこちらの燃料ホースを使っていきたいと思います。ちょうどよかったよかったわ。見えねえ見えねえ勝った。よし、取れた。はい、こんな感じで切ってきました。外径はちょっと太すぎますけど、内径はいけてます。問題はちゃんとレイアウトにはまってくれるかですね。はい、タンクをもっと早く外しておくべきでしたね。外した理由はですね、ウインカーリレーを変えるためです。あと冷却水のラジエーターですね、ラジエーターの冷却水を入れる口のとこがタンクにちょっと隠れてたんで、ここですね、ちょっと隠れちゃってたんで、タンクを取り外しました。あー、しまった、冷却水抜いたんだけど動画撮れてなかった。こちらの下のドレンボルトを外してラジエーターのキャップを外したら、いっぱい出てきましたけど、見てこの色、ちょっとひどいっすね。あんまりいい状態じゃないかもね。うわ、汚っ。ラジエーターの中は見たくなかった。めっちゃ汚い。蓋を見ていただいたら多分わかる。色がひどい。洗浄しよっかな。ちょっとお水でざっと洗いたいと思います。さっさ、いいのがなかったんで、お酒の瓶ですけど、これに水を入れてきました。さあ、洗浄していきましょう。やね、うわ、汚い。マジかよ。ちょっと汚すぎません、こと。これはいかんでしょう。汚ねー。これをきれいになるまで続けます。はい、冷却系統にだいぶ不安ありですけど、とりあえず洗浄が終わりました。この状態で冷却水を補充して、とりあえずは、まあ、使っていきたいと思います。ここ開けるの怖いな。いつかちょっと開けてちゃんと綺麗にします。クーラントは濃縮のストレートタイプを使います。はい、というわけで、見たくないものを見つけてしまった。なんかちょっとデジャブです。前 Z のレストアしてた時もこんなんあったな。まあ、とりあえず洗浄終わったんで、新しいクーラントを入れてしばらくは様子を見てみたいと思います。ダメだったら、洗浄剤を使ってきっちり洗浄します。はい、というわけでクーラントの交換も終了です。はい、オイルタンクをですねシートステーにまた穴を開けてつけたんですけど、上から止めると今度下から、椅子をつけることができなくなっちゃったんで、ここにちょっとナッタを入れていきます。
やこれでもダメなんですけどね、問題はあるんですけど、できるとこからなんとかしていく。硬いな、相変わらず硬いね。いや、ある程度計画して作業してるはずなんですけど、やっぱり現物合わせになっちゃうんですよね。まあなんとかなります。明日の自分がなんとかしてくれるはず、まあ、そう信じながら頑張って作業を進めていきます。はい、というわけで、固定はこんな感じになりました。タンクがちょっと前に寄って、微逆性のリザーバータンクがもう適当なステーブを使って固定しました。かっこよくないですけど、まあ、とりあえずこんな感じです。上から見た感じはこんな感じになりました。だいぶフラットですね。で、バッテリーはまだ未搭載です。どうしてやろうかな、ちょっと困ってます。はい、というわけで今回の動画はここまでになります。まあ、少しずつ形を作り始めたという感じで、まあ、今回はオイルタンクの移設をやっていったんですけど、今これ車体振ってるのは、オイルタンクを外したことで、オイルホースもね一緒に変えたんですけど、オイルポンプにちょっとエアが入っちゃったんで、ガソリンにオイルを、混ぜてちょっと混合仕様にしたところです。まあ、こんな感じでまた次回もやっていきたいと思いますので、よろしければまたご覧いただけたらと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。